どうもハイラル平原と申す者です。やっていきたいと思います。今回はゼルダ無双ですね。今回なんですけども、最終章トライフォースを解き放つ者ってことで、いよいよ多分最後だなと思います。ガロン城ということで、乗り込んでいきましょう。リンクを使っていきます。もちろんね、いや待って、あそうか、まあ最後ガロン戦はやっぱリンクで行くか。リンクで行ってセコンドになんかいろいろキャラクターが出ると思うんで、その辺も使っていきながらっていう感じですね。行きましょう。ゲルド砂漠で闇の軍勢を破ったハイラル軍、そこにインパの部隊がガノンドロフの所在を突き止めたとの知らせが入ります。ガノンドロフは一人ハイラル城の中で何かの準備をしているようでした。リンク、ゼルダ、そして仲間たちはガノンドロフに最後の決戦を挑むべく、闇の力で姿を変えられた城へと乗り込みます。ハイラルの災いを打ち払うために。さあ行きましょう。今回はラナとインパとミドナが使えるということで、ちょっと楽しみですね。じゃあ早速最終ステージ行きましょう。前回のパートでザントさんとギラヒムさん倒したんで、残すところはガノンドロフのみということです。行きます。おお、まがまがしい。ガノン城まがまがしいですね、完全に。ハイラル城に陣取るガノンドロフを倒します。今こそ世界に光を。終わりにしてやる。竜2体を同時に相手にするのは危険です。カッコを撃破してローリを阻止してください。覚醒にはまだ時間かかる。ナルドブレアでも奴らの相手をせよ。ナルドブレアか、あのフックショットで叩き落とすやつですね。厄介なやつです。下の竜は私たちに任せろ。2人で当たればなんとかなる。このブレスオブザワイルドのリンクとあのミドナは関係があるんでしょうか。初対面なんでしょうか。ちょっと別のリンクの可能性があるが、結構あのトワイライトプリンセスのリンクは、ちょっと待ってね、確かね、ナルドブレアはコメントでいただいてたんですけど、あの尻尾が青くなっている時がフックショット打ち込めるチャンスですよというコメントいただいております。アドバイスを生かしていく。よし、このアドバイスをこう柔軟にこうやっていくみたいなのがこの俺の長所かなと、唯一の、俺という人間の唯一の長所かなと思ってます。よし、大したことはないぜナルドブレアよ。待て、一旦離れよ。大したことはないぜとか言った後に痛い目に遭うのが、それが俺です。俺はずっとゼルダの熱ってそういう風に味わってきたから。僕の動画の、僕今1300本ぐらい動画あるんですけど、1000本ぐらい多分そういう感じですよ。調子乗った後痛い目に遭うみたいな。 OK、 落としていく。そしてブレイクが入りますよこれ。 OK、 今回ちょっとテンション高いのはですね、夜中だからです。夜中なんで今回ちょっとテンション高いですよ。こっちはラナに任せましょう。僕の友達にですね、ラナこういうゲーム今やってるみたいな、ゼルダ無双してるみたいな、全くそいつゲームとかやらないやつで、ラナのキャラクター見したら、お前こんなのが好きなのかと言われまして、なんかちょっとなんか俺がなんかそのなんていうのかな、ゲームのキャラクターじゃないですかラナって。なのになんか二次元にしか興味がないやつみたいな扱いをされました。まあ外れてはないんですけど。よし、外れてるかな。よし、じゃあ早速こっちのナルドブレアも倒していく。降りろナルドブレア、お前の名前は噛みそうになる。早く倒させてくれナルドブレア。もうこれ風が来る上にフックショットの邪魔をされる。青くなってる時が正気なんだが。よし、 OK、 落とす。 OK、 そしてブレイクを狙っていく。ブレイクっていうのはなんか円形のやつがあるじゃないですか。
敵のキャラクターに。それをゼロにすると、連続攻撃が叩き込めるってことですね。危な。なんかやるが。こうだ。L1 を使いましょうというコメントもいただいていたな。落とす。この噛みそうになる名前のやつを倒していく。OK。倒しました。ボム中を守ってくれみたいなこと言っているので、ボム中の護衛にちょっと行きます。ボム中の護衛はインパで行きましょう。2体のナルトクリアの撃破に成功。竜をすべて倒してくれたのですね。これしばらくは大丈夫でしょう。今ゼルダ姫がめっちゃ笑ってくれた。もう少しでは間もなく完全に隠しできる。ああいう普段笑わない女性が笑ってくれるとすごく嬉しいですね。よし、とりあえずダイナホスを倒していく。このダイナホスよく見たらめっちゃ怖いな。よく見たらめっちゃ怖いな、これ。次は、ミドナを使っていく。全員ゼルダで勝ちます。全員野球ならぬ全員ゼルダで勝つ。壁破壊に失敗。そうか、ボム地守れってミッション出てたな。まあでも直接敗北につながるわけじゃないんで、まあなんとかなるでしょう。予想技打っていく。別の手段を考えなくては。ちょっとボム中にもっと注意払えばよかったな。策を粉砕して今が勝機を一気に叩き潰してしまう。あのね、この策が破れるっていうのは良くないんですよ。味方の士気が下がると、味方がやられやすくなっちゃうんで、だから、ゲームオーバーになりやすくなっちゃうんですね。その辺はちょっと注意していく必要があるが、こういう時こそリンクを使います。とりあえず砦を奪還し、敵軍の一部開門。我も出よう。ハイラル軍の息の根を止めてくれる。来るか。来るか、ガノン。ちょうどリンクがいますので、ガノンドルフが自ら出てくるとは、皆気を引き締めてください。来たか。手間が省ける。これが最終戦ということは、昔父さんに神々のトライフォースを買ってもらったんですけど、その戦いというか、その何て言うかな、20年ぐらい続いたその思いを乗せて、それぐらいの気持ちで乗り切ります。よし、爆弾当てていく。ここでとりあえず暴れているが、ガノンは、ガノンいないのか。されてるぞ。ガノンが不在。中央にいるのか。ハイラル城を奪還せよってことなんで、とりあえずここで暴れてもあんまり意味はないのか。とりあえず倒していく。こことりあえずトイレボス出現し、 OKOKOK。 こことりあえず奪い返します。 OK ですね。ここさえ奪っておけば。お？なんか剣が外れたが。よしよしよし。なんか剣が外れたが。よし、ハイラル城奪還に成功。ハイラル城だったんだ、左下の。これ真ん中のこの今いる場所がハイラル城だと思ってる。あんな狭いんだ、ハイラル城。北からもゼルダ様に敵が迫っている。お守りせねば。さっきからなんだ、このなんか爆発みたいなの起こってるけど。こいつか。我のいない隙に城を奪いとは小賢しい。我が力の低下も避けられんか。よし、ガロンが弱体化したようです。ちょっと右上のやつを倒すか。いよいよ決着の時です。ガロンを倒すのです。よし、多分、ここに、ここを奪えば、中央の、重要拠点が奪えるんで、こことりあえず奪い返します。OK。で、なんかめちゃくちゃ押されてるキャラクターが一人いるが、あの右の、ガノンがここにいたのか。ちょっとリンク向かわせないときついかもしんないね。
ラナちゃんは可愛いけど、でデブノギ様に食べさせるという一発逆転の技、デブノギ様の体内に放り込むという、ちょっと一人じゃきつい、一人じゃきつい、ちょっと集合させよう。あ、インパも今戦ってんのか。まあまあいいわ、インパはここでやらせよう。でとりあえずミドナに、ガノンのとこに向かわせます。うん、で左にいる敵はリンク自らが行きましょう。いやいいか、もう左無視してガノンの首を取りに行きますか直接。あのね、リンクと他のキャラクターの戦力差がはっきり出ちゃってるんですよ。ちょっと前までそんなことなかったんですけど、あのマスターソード手に入れたじゃないですか。それによりもうリンクがもう一強になりつつありますよね。回転切り、こいつひるんでないのか。決着をつけようか、ガノンドロフよ。チャンス。敵の攻撃の後だったんで、あのガードブレイクのゲージが出てるときはチャンスなんですよ。 OK、 ガードブレイクのゲージが出てるときはね、大チャンスなんですよ。あの攻撃でダメージ与えた後にガードブレイクのダメージも入ってくれるんで、まあでもこれで終わりじゃないでしょうね多分。来た、ガノン。あーこれだこれだ、トワイライトプリンセスに出ましたね、これ覚えてますよ。トワイライトプリンセスに出ました、こいつは。てか結構出てんのかな、ガノンは。トワイライトプリンセス以外にもどこにいる。とりあえずゼルダ姫を救助しよう。インパに変えます。インパに変えてゼルダ姫のとりあえず窮地から救います。処理条件変更ってことで、多分あのガノンの本体、魔獣本体でしょうね。ハイラル城の陥落またはゼルダ姫の敗走でゲームオーバーと、それだけちょっと注意します。ゼルダ姫さえの無事さえ確保すれば、全員で魔獣のところに突っ込めばいけるんですけど、あのその方が戦いやすいんで、全員集合させた方が敵弱体化させれるんで、だからとりあえずゼルダ姫の安全を確保していく。 OK、 とりあえず倒して、で全員ガノンのところに集中させましょう。よし、ここでしょ、ガノン、ラナをガノン、インパもガノン、もう全員集合。深夜の6時だよ、もう朝ですね、朝の6時に今撮ってます。朝の6時だよ、全員集合で行きましょう。そしてなんか BGM が熱い感じになっているが、ガノンの動きをよく見てください。以前同じような敵と戦ったはず。攻略法が似ているってことか。あなたが持っているアイテムの中にガノンに対抗できる武器がきっとあります。なるほど、なんだ、まあちょっと順番にじゃあ試していきますか。いたっけ、あ、ブーメラン、ブーメランかな、ブーメラン、ブーメランではない、ブーメランじゃないのかな。やばい、これもらうとやばい、危な、ブーメランじゃないっぽいですね。弓矢、OK、 弓矢だ、多分弓矢ですね。よし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 、効いてる効いてる。やはりリンクが最後に頼るものは弓矢。よし、全員で固めて俺が遠くから弓矢で攻撃するっていうスタンスでいきます。まずいか、まずいか、お、これは光の弓矢、光の矢により強化、無限無制限に使用可能。光の矢には強力な力が宿っていますが、魔力封印兵によって弱体化されています。
魔力封印兵を倒して力を取り戻しましょう。魔力封印兵がどこにいるか、各地に召喚。ちょっと待ってね、それよりもあのハイラル城が今やばいということに俺は今気づきました。ゼルダ姫しか守れてないハイラル城、ちょっととりあえずハイラル城から守るか。光の弓の力取り戻した後にガノのとこ突っ込みましょう。とりあえずハイラル城の安全確保します。で、各地にいる封印兵だっけ、なんかそいつら倒して光の弓の力取り戻していきましょう。よし、あとはこいつ倒せば光の弓矢が力を取り戻すはず。 OK、 これで元の強さに戻ったはずです。これだ、光の矢の力が完全に回復。よし、これでガノンにとどめを刺しに行きます。さあガノンを打ち果たしましょう。行きます。あのスタルチラはあのなんかあのクモの巣のところのなんか四隅とかによくいますよってことなんですけど、とりあえずまあガノンを倒してスタルチラ集めはまあ適当にやっておきます。ちょっとねぶっちゃけ初見でスタルチラにあの鎌げている余裕がなかったっていうのがまず一つなんですけど、とりあえずこいつを倒す。今なんか角かけてんね、ガノン。よし、避けて、正面とりあえず危ないんで避けて、多分なんかあの光った時がチャンスなんじゃないかなと思うんですけど、 OK 入った。よし、チャンス。で全員で攻めると、でなんかあの盾みたいなの出てるじゃないですか、あの時にガードブレイクが狙えるんですね。今弓矢打ち込んだんであれが出現してくれたと思います。これで終わり。よし、決まりました。終わった。めっちゃリアルですね。ちょっとエンディングっぽいですね。真のエンディングっぽいです。ちょっと見ていきますか。これちょっと悲しいですね。ハイラルの平和は二人の手にみたいな。確かマスターソードを引き抜いたことでガノンの封印が解けちゃったんですよ。なんか力が弱まった、森の力が弱まったみたいなことになって、はい、終わりました。相変わらずお似合いのカップルでしたね。でマスターソードを戻すとき毎回ちょっとリンクかっこつけるっていうのは変わんなかったです。
けど、毎回ちょっとなんか剣をシュルシュルみたいな回してガーンって戻すみたいな、あれ毎回やりますね、リンクは。はい、ということで今のが真の裏エンディングっていうことだと思います。はい、ちょっともう一個ちょっと放置しているのがあって、今ここで最終ゼルダ無双最終回っていうことじゃなくて、まだ続けようかなと思ってるんですけど、リンクル使ってないんですよ。ちょっと気になってて、リンクルも使いたいっていうのは、視野編はちょっとやるかわかんないんですけど、リンクルがちょっと気になってるので、リンクルのあれを見ていくのと、あと出てない使ってないキャラクターがなんかあるいるんですよ。フリーモードとかで使えるのかな、確かね。何だったっけな、夢を見る島のマリンちゃんがなんか使えるらしいんですけど、出てないんですよね。それもちょっと使っていきないのと、マリンちゃんのちょっと出し方がわからないので、まあその辺も、次回以降ね、まだ今回で3週間じゃないので、次回以降もやっていけたらなと思います。ということで、また次回も、見に来てもらえたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。